日本で一番大きいララポートは第19位ララポート柏の葉42,021平方メートル。こちらは千葉県柏市にあり、店は180店舗と少なめなんですけど、駅徒歩2分の立地で映画館も入ってるんで、休日にもってこいの設備となっております。第18位ララポート岩田5万平方メートル。こちらは静岡県岩田市にあるんですけど、遠州豊田パーキングエリアに隣接してるので、車でのアクセス抜群でございます。第17位ララポート海老名5万4,000平方メートル。こちらは神奈川県海老名市にある海老名駅直結のショッピングモールなんですけど、ララポートの逆出口にはビナウォークと呼ばれる別の屋外型ショッピング施設があり、どちらかに行けば何でも揃う最強駅となっている。第16位ララポート泉5万5,000平方メートル。こちらは大阪府泉市にあるんですけど、なんと食料品売り場の約 40% が JA となっており、新鮮な野菜とかね、魚が手に入りますよ。第15位ララポート堺5万6,000平方メートル。こちらは大阪府堺市にあるんですけど、フードコートは1400席座れるようになっており、いろんな店ではしごしたくなること間違いなしで。来ました第14位ララポート新三郷5万8,300平方メートル。こちらは埼玉県三郷市にありますが、ララポート柏の葉同様徒歩2分の立地で、隣にコストコもあるんで爆買い確定で。第13位ララポート名古屋港アクルス5万9,500平方メートル。こちら愛知県名古屋市にあるんですけど、駐車場は3000台という中部地方最大のショッピングモールであり、車止め放題なので頑張ってください。来ました第12位ララポート立川立飛6万平方メートル。こちら東京都立川市にあり、西東京最大のショッピングモールなんですけど、晴れた日には富士山がくっきり見えて、芝生でくつろげる公園とかが中に入ってるんで、僕結構転がってます。さあ第11位ララポート甲子園6万500平方メートル。こちら兵庫県西宮市にあり、キッズニアや駄菓子屋など子供向けの店が多いのが特徴でございます。さあ第10位ララポート湘南平塚6万1,000平方メートル。こちらも駐車場4000台という、もう止め放題の施設なんで、ね、ガンガン止めていっちゃってください。さあ10位から1位はどこの都道府県にあるララポートなんでしょう。チャンネル登録してお待ちください。よっしゃよっしゃ。